五中に着いた最初の日に、私は蓮の花がいっぱいの夢を見た。光線が無数の英雄たちのいる矢のように、私を夢の入り口に連れてきた。不思議なのは、私は夢の中でさらに別の夢に入ったこと。五中の夢、それは千年の間深く眠っていた。私はこの眠っていた千年の記憶を携えながら、水面に浮かび、この世界に入っていった。眠りから覚める道中で、私は孫子に出会った。彼は恐竜山で孫子兵法を書いたあの筆で、五中山水への手紙を書き、私に託した。彼が言っていたのは、ここのはずだと私は思った。この時が流れるような川、両岸に潤いを与える。川岸の洗濯物を叩く音、船に乗った少女の微笑み、それはすでに何千年を超えるもの。五中は時が流れるような流水と広大な太鼓で真のハキラ春のお茶を作る。五中は自分の前世を見つけられる場所だと皆言う。私はここに来たのは初めて。しかし訪れたことがあるような感覚だった。明月湾で優しい瞳が私のことを長い間見ていた。彼女は何も言わず、私の手を取り、私に温かい挨拶をした。彼女は私を古い指導へ連れて行き、絵の中のヘキラという少女を指して、ほら、あなたは彼女によく似ているわ、まるで絵から出てきたようだと言った。伝説では唐山に名前をヘキラという漁民の娘がいた。ある日彼女は曝涼坊に行き、ちょうど山の半ばまで来たところで、とても神秘的な香りに酔い、その香りが一本の道筋を示しているかのように思った。この道の先には輝くお茶の苗木があり、近づけば近づくほどその香りは深くなっていった。彼女は葉を摘み匂いを嗅ぐと、春の香りが心に満ち溢れた。その時嵐が近づいてきて、彼女はこの葉を大切にしまった。その後、その葉が娘の懐で神秘的な夢を見せた。夜が明けた時、葉の香りはさらに深くなった。光輝帝は少女とお茶の葉の不思議な関係に驚いた。故に少女の名前を取り、このお茶をヘキラ春と名付けた。もしヘキラが今も生きていたら、すでに300歳。私はもはやただ風景を楽しんでいるだけではいられない。五中で自分の秘密を探さなくてはいけない。町のあちこちで伝わる昔話の中に、当時の月光と面影があるだろうか。その道は老人たちのシワの中に隠れているようで、彼らが微笑むと、私が探している道がさらに遠くなるような気がする。軒下は重なり合う波のようで、私を深い歴史の中に連れて行く。私は明朝の宰相王侯の旧居に着いた。彼は皇帝の先生で、東伯湖の先生でもあった。東伯湖からは
山村出身の宰相は唯一無二で、その文章は世界一だと称賛されていた。この扉を開けると故宮の総設計者海省の弟子が建てた張家楼が見える。それは湖南彫刻の集大成と称される。当時250人の鉱山の職人が3年間の時を費やし、人生の秘密をこの建物全体に彫刻した。一つ一つの梁など全てが職人の手で作られ、まるで私たちの心の模様と同じように彫られている。当時窓を開けた女の子はまだ手すりにもたれて外を眺めているように、私はなんとなく感じる。私は深い思考の海に入り込み、さらに魚の気持ちが分かってきた頃、ご中の魚となっても幸せだと思った。刺繍の達人陳寿の手で線は光とも波とも呼吸ともなる。刺繍された魚は波の中で本物の魚のように泳ぎ出す。刺繍の中の人物は琴の音色の中に出てきているかのよう。その年乾隆帝は6回湖南に下り、全て木読の不動から上陸した。もしかしたら彼は皇帝になるよりもここで絵の中の人になりたいと思ったのかもしれない。賑やかな蘇州の光景は皇帝を楽しませ帰れなくしたのでしょう。水辺に映る美しい光が皇帝をさらに深い夢へ誘った。皇帝は山河を枕として御中で夢に入った。夢の中で宝台鏡は静かに横になっていて、53個の月が水面に浮かぶ。皇帝はここで実際にはいつもよりも多忙だったのではないのか。劇を見、茶を味わい、庭を楽しみ、詩を吟じる。また恐竜山に登って国の太平と国民の平安を祈ることも忘れなかった。御中の寺院は南北朝の風貌がほとんど残っている。天下の羅漢は2度半あり、御中はその1度半を独占している。多くの世間に知られていない物語は毎日のお寺の鐘の音の中に隠れている。多くの瞑想はここで地と共に呼吸し、声を出さず命の真実を唱え、千年の悟りを善意が深い山水御中で修練してきた。寺の外の古い木も
修行の道を歩んだ。千年前の稲妻はこの木を割ってしまった。しかし折れた枝には未だ新たな生命が宿っている。それゆえ建立帝に新規古海と名付けられた。私は蘇州の御中で探していた夢の中から目が覚めた。ひょうびょう棒の霧の中で私はひょうびょうの果てを見た。それは真の本性で、世界の素顔を見抜いたのは今日が初めて。何が風景か、何が自分か、もうはっきり見分けられない。木の葉も波乱もどちらも私の心情と違う。初めて自分を見つけた気がして、自分がこの世界の一部分だと気づいた。天地の岸辺にいる私はこのように天意を感じている。天意に恵まれた御中で天使の往来はまるで子供の遊びのよう。六尺の大根は子供たちのおもちゃであり、彼らは遊びながらそれを食べる。この大根は天使を感動させた。天使はその感情をどこに書くべきかと考え、春の息吹がみなぎる紅雪海の梅の花で自分の感情を表した。そして天使は子祖12人の娘全てが好きであったため、一体誰の姿になったらいいのかと美しい質問も書いた。御中では疑問があればそれだけの感動もある。だから私たちも感動を大切にして、ここの風景に残しておこう。太古の空の下にはユートピアがあるかもしれない。門を開けると別世界が広がる。地図上で御中の場所ははっきりと示される。しかし御中に来たら、ここは私たちの心の中の場所だと気がついた。だから心を開かなければ私たちはここにたどり着けない。真の御中は心の道でしかたどり着けない。一隻の心の船でしか上陸できないのである。夢の帆、瞳の船は何度も眺め合って千の山を越えた。
私は情熱的な踊りでカエルの喜びを祝おうと思う。私の今の心は太古の水面のように静かで、大空を入れたかのように広くなっていった。